はい、こんにちは。今ちょっと中庭のこう整理をしていて、でまあいろいろ昔の材料とかそういうものをこうちょっといろいろ処分してるんですけど、なんか整理をしてたらこんなものがちょっと出てきて、でこれ古い、まあ、コンパスですね。こんな感じの、ちょっとね、自分で買ったものではないんで、おそらくなんかしょ他の修復の職人さんとか誰かにこう譲ってもらったと思うんですけど、ちょっとね、記憶が全然なくてどんなものかもわからないんですけど、まあせっかくなんでちょっとこうインテリアの飾りとしてもうまくこう綺麗にできそうなんで、ちょっとこういうものの修復というか綺麗に見せるテクニックをちょっと今回はお見せしてみようかなと思います。でまずは物のコンディションをちょっといろいろ観察をしてみて、で結構まあこういう部分に結構虫食いの穴があったり、まあいろいろちょっと問題はあるので、まずはぬるい眉で、まあ、軽く拭き掃除ですね。して一通りかなりホコリなんかも溜まってるんで、そういうものを落としつつ、まあ、虫食いの状態とかそういうものを見ながら、まあ、掃除をしていくっていうのが、まあ、基本ですね。でこの段階で結構その素材の種類とか、まあ、年代なんかをちょっと想像しながらいろいろ掃除をしていきます。結構この、まあ、パーツがしっかりしてるのか、動作はしっかりしてますね。こういう動作もまあ、ちょっとチェックしながら、あんまりこう濡らしてしまうと木のコンディションに悪いんで、固く絞ったぬるま湯で一番最初の掃除っていうのはするのが基本ですね。で細かく見ていくとこんな感じで結構虫食いの穴があったりするんで、結構ありますね。なのでこの辺りをまずは消毒ですね、殺虫と消毒の作業をしていきます。で消毒殺虫っていうのはまあ、このアンティタルロっていう、まあ、殺虫剤ですね。でこういうものをちょっと小瓶に分けて、でいろいろスタイルはあるんですけど、こうガス室みたいな状態にするのもあるんですけど、まあ、こう穴一つ一つにこう注射でこの殺虫剤を入れていくっていう方法が、まあ、一般的なやり方です。はい、では殺虫の注射をしていこうと思います。さっきの殺虫剤ですね、これをまずは穴からこう液体がこう溢れてくるまで一応入れるようにします。まあ修復の仕事ってかなり地味な作業の連続なんで、基本はもう掃除と殺虫っていうのがもう本当の大きな仕事で、
この段階でいろいろ見えてくる部分もあるので、まあ、こういうものは、ね、機能的な部分っていうのはあんまりあれですけど、家具とか椅子とかそういうものの場合はこうその段階でこういう掃除と殺虫の段階でどういう原因でこうその部分が壊れてしまったのかとか、なんかそういう部分をこの掃除と殺虫の段階で結構いろいろ考察をしながらこういう作業をしていきます。これはね、何の木なんだろう。ちょっとまあ磨きかけてみるとわかるかもしれないですけど、おそらくウォールナットですね。イタリアウォールナットなのかな。まあ、これなんか物も小さいし、虫食いの穴の数もそんなに多い方ではないんで、そんなに大変ではないですけど、大きいテーブルとか収納とかだとそれこそ何百個とかっていう数穴があったりするんで、そうすると結構もうそれだけで一日丸一日駐車しっぱなしとかっていうのもあります。まあ、これが新しい穴なのか古い穴なのか、もうこう新しく生きている虫が卵を産んでっていうものなのかっていうのも、まあ、なんとなくこう推測をしながらやっていきます。まあ、これ見る限りは、まあ、おそらく古い穴なのかなっていう感じですけど、だいたいいけましたね。で、まあ、これをいろいろ方法はあるんですけど、僕の場合はちょっとあったな。これ一番確実なのはそのガス室って言って、このバルサンみたいなものを炊いた部屋にしばらく置いておくっていうのが一番こうポピュラーで簡単な方法ではあるんですけど、なかなかねガス室持ってる修復の工房なんて少ないんで、こういう小さいオブジェの場合は、まあ、市販のこういういわゆるジップロックみたいなこういうものですね。日本でいうジップロックで、こういうもののサイズいろいろあると思うんですけど、この中にこんな感じで入ってしまうサイズなんで、まあ、こんな感じで簡易的なこうガス室ですね、こういうものを作って、まあ1週間から2週間ぐらい様子を見ながら放置をして、でそこから、またちょっとこう磨きとかそういう作業をしていきます。